今月2日の午前1時半過ぎに発生した KDDI の大規模通信障害、全国で最大3,915万回線に影響しました。この地方の利用者に話を聞くと、実家がの母親があの関西なんですけど電話があの使えないって言って母がパニックになってたので、まあとりあえず家の電話があったから。 なんとか良かったけど、はい。だからまあもし緊急のね何かあった時は困ったなと思いましたけど。はい、こちらの女性も電話も来ないし何にもここが全くない状態で2日ぐらい過ぎたので。ただ別の通信会社のスマートフォンも持っていたため影響は少なかったと言い,います。まあでも今回2台持ってて良かったなってちょっと思ってます。 K. D. D. I. は通信障害は昨日の午後三時半過ぎには完全復旧したと発表していますが。今回の問題は今やライフラインとなっている携帯電話、その通信確保に。大きな課題を突きつけることとなりました。では、ここからは専門家にお話を伺っていきます。I. T. ジャーナリストの三上洋さんです。三上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。三上さん、今回起きたこの通信障害っていうのは。 今回とは別の携帯会社、まあ、通信会社でも起こる可能性っていうのはあるんですかはい今回の原因はですねルーターネットワーク接続機器これの取り替えの時のミスだったんですねしかし問題はそこではありません、えー、問題はですね今の携帯電話のシステムっていうのはとても複雑になっているんです、はい、複雑になっているがゆえに今回のような障害が起きた時に どこに問題点があるかということが携帯電話会社自ら調べるのがとても大変なんですどこが原因なのかわからないそういうことによって今回障害が長期化していますですので他の携帯電話会社でも同様に障害が長期化する可能性があります自社、うん、で作っているシステムなのにそこで何かが起きたときにどこにあるのかどこに問題があるのかわからないということが起きるんですか そうです今の携帯電話には、ですね例えば IoT、例えばスマートメーターなど、例えば電気のメーターがネットにつながってますとか、<ー>えー、それから iPhone などのスマートフォンがたくさんあります、うん、そういった複雑な機器がたくさんつながっている、うん、それゆえ、問題が起きたときにどれが原因ですか、切り分けるのがとても大変なんですー、まあ、ある意味、今、この発達した情報社会の弊害の一つとも言えそうですね。 その通りだと思います。今後、同じような事態がじゃ起こるかもしれないということであれば、うん、私たちはどんな準備をしておくべきなんですかね。はいまあ、まずは、フリー Wi－Fi、そして公衆電話の場所を事前に確かめておいてほしいと思います。はい、まあフリー Wi－Fi やお役所とかカフェとか、そういうところにありますので、自分の一番近くがどこなのか。 それから公衆電話も減ったとはいえ必ず1地域に1つはありますので、はい、事前に確かめてほしいです、うん、それと先ほどのインタビューにもあったように2台目の携帯電話スマホを持つというのも、まあ、防衛としてはいいかもしれません、まあ、今はですね携帯電話料金安く、ね、なってますのでサブ用として2台目を持つただしその時は携帯電話会社は別のものにする必要があります、うん 2代目を持つっていうのはなかなかね私たちの発想にはなかったんですけど <laughs> もうそういったところの手段しかあの防ぐ方法は我々はできないってことですか そうで今、ね、や公共インフラとしてライフラインともなる携帯電話私たちは絶対あるものと思っていますしかし今回のようなことが起きればたちまち連絡が取れなくなる固定電話が家にありませんというような人はですね、えー、サブスマホ、サブ携帯を持った方がま安全と言えるかもしれません。う まあ固定電話でももちろん毎月の固定費かかりますし、えー、まあそれがかかると思えばまあスマートフォンに代目の固定費もっていうことなんですかね。そうですね。今やですね、一、うん、ヶ月五百円とか千円で携帯電話番号を持つことは可能なんですよ。えー、まあですので安全まあ一種の保険として持っておくのもいいかもしれません。うん 今回の事態であの無料通信アプリの LINE では通話ができたなんていう声もあったと思うんですけれども、ええ、そういったアプリなんかで対応っていうのは、はい、三上さん、どうですかね。はいそうででですねもしデータ通信ができるのであれば えこういったアプリでの通話は有効です実は LINE には LINE アウトというものがあって、はい、これ LINE 同士だけじゃなくて一般の電話番号にも有料でかけられるんですうん、うん、まあその他にも IP 電話のアプリアプリから普通の電話番号にかけられるものありますいずれも有料ではありますが、うん、まあ電話が止まった場合はいいですね、うん、ただし残念ながら110番119番という緊急電話には対応してない そうなんですね。ということはね、そのフリーワイファイ公衆電話<ー>あと2台目のスマートフォン携帯電話この3つってことですかねそうですね、はい、まあ今後もし同じような事故、えー、障害が起きたらですね、えー、同様に災害の時と同じようなイメージになります災害に備えるという意味でもですね事前の対策をしてほしいですねわ、はい、かりました三上さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました